ヘンリク5世ブジュハティは、ヤボルコ、レグニツァコー、ブロツワフコー。レグニツァコーボレスワフ2世ロガトカの長男で、母は、アンハルトハクハインリヒ1世の娘ヘイトビヒ。太ったを意味するブジュハティの意象がある。ヘンリク5世の幼年期については、わずかなことしかわかっていない。若い頃、ヘンリクは、プラハにある、ボヘミア王をたかる2世の宮廷におり、 ここで騎士として除任された。1273年、ヘンリク5世は父ボレスワフ2世からヤボレを独立公国として与えられた。4年後の1277年、ボレスワフ2世は、ローマ王ルドルフ1世の同盟者として、ボヘミア王の側についていた老いのブロツワフ公王、ヘンリク4世を誘拐した。この暴挙にマオポルスカの貴族とヘンリク4世の 近隣諸公とボヘミア王をたかる二世は起こり、彼らはヘンリク四世の解放と、ボレスワフ二世懲罰のための遠征軍を組織した。この連合軍の指揮官は、ビエルコポルスカコープシェミス二世とググフコーヘンリク三世であった。両軍は4月24日に、ストレツ近郊のゾンプコビツェシロンスキエで交戦したが、この戦闘は中世ポーランドにおいて最も血なまぐさい。 戦闘の一つとなった。戦闘中に、ボレスワーフ2世は、負けると思って逃亡したが、息子、ヘンリクの奮戦のおかげで、最終的に勝利し、プシェミス2世とヘンリク3世の二人を捕虜とすることが、できた。ヘンリクの活躍のおかげで、父とレグニツァクゲは、破滅的な敗北をせずに済んだ。1278年12月26日に、父が死去すると、 長男であるヘンリク五世がレグニツァ公の地位を相続した。その直後、ヘンリク五世は共同統治者である二人の弟に領地を分け与えた。ボルコ一世にはヤボルガ、ベルナルトにはルブベクが与えられた。ヘンリク五世はヘンリク四世解放に際して1277年に獲得したシロダ・シロンスカは治領として保持していた。ヘンリク五世は 父の時代から続くシロンスクの親族たちとの敵対関係を解消できなかった。1281年、ヘンリク5世は、重帝のヘンリク4世の招きを受けて、ソンドベルでの会合に出席したが、これは誤算だった。ヘンリク4世は、ヘンリク5世と、かつての同盟者である、ビエル・コポルスカ公・コープ・シェミス2世及びグーグフ・公をヘンリク3世を捕らえ、 彼らから政治的情報を引き出そうとした。ヘンリク5世はヘンリク4世を、ブロツワフ公として、正式に認めるだけで解放された。しかしヘンリク4世は、ヘンリク5世に対する派遣を、長くは、保つことができなかった。ヘンリク5世はヘンリク4世に対抗するため、ボヘミア王バーツラフ2世と、親密な関係を築き、治療を保障してもらったのである。 1290年6月23日、ヘンリク四世が32歳で急死した。遺言書は、グーグフ公ヘンリク三世を相続人に指名していた。しかしこの決定は、グーグフ公の残酷ぶりを恐れるブロツワフの貴族や、都市民による反対を受け、ヘンリク三世は、町の権力者たちに追い出され、都市民たちは代わりに、ヘンリク五世を、新しい君主に選んだ。 しかし不満なヘンリク三世は遺産相続の履行を主張してヘンリク五世に戦いを挑み両者は領土を奪い合って一死日退を繰り返したところが1293年11月11日ヘンリク五世は処刑したブロツワフの貴族のイジルとか辻主サに裏切りで捕らえられ身柄をヘンリク三世に引き渡され半年近く投獄される浮き目を見た ヘンリク五世は、ナムイスーフ、ビエルトゥフ、オレシニツァ、クルチュボルフ、ブイチナ、ボウチン、オレスの、ホイヌフ、ボレスワビエツの町とそれぞれに付属する要塞を引き渡し、3万グジブナの賠償金を支払い、以後5年間は、グーグフ港の行うすべての戦争に協力することを約束して、ようやく解放された。ヘンリク五世がグーグフで、旅収生活を送っていた間、 領地は弟ボルコ一世が摂政として統治していた。すでに1291年、ヘンリク五世は、グーグフコートの戦争に協力する代償として、シフィドニツァ、ジェンビツェ、ゾンプコビツェ及び、スチェリンをこの弟に与えていた。監禁状態の劣悪さから、ヘンリク五世は解放後に病身になり、その状態が死ぬまで続いた。二度と健康を回復することはなく、 本人も長く生きられないと悟っていたようである。自らの広告の将来を憂えて、ヘンリク五世は1294年に、ローマ教皇庁の庇護下に入った。ヘンリク五世は2年後の1296年2月に、母子、ブロツワフのクララ修道院に埋葬された。息子たちはまだ全員幼児、乳児であり、ボルコ一世が、老いたちの貢献人を務めた。 1273年頃、ビエル・コポルスカ・コーボレスワーフ・ポボジュヌイの長女、エルジュビエタと結婚した。夫妻は8人の子女を設けた。ヤドビガ1289年、内市1295年、ブランデンブルク・ザルツ・ベデル博夫と結婚した。夫の死後、ヤドビガは、ブロツワーフの聖クララ修道院の修道女となった。エウフェミア・ケルンテンコ夫三世と結婚した。 孫娘エリーザベトは、シチリア王ピエトロ2世と結婚。この娘を通じて、ヘンリク5世は、シチリア、アラゴン、カスティーリアの章の先祖の一人となった。アンナ・ブロツワフの聖クララ修道院の修道女。エルジュビエタ・ブロツワフの聖クララ修道院の修道女。ボレスワフ3世。ヘレナ・グニエズノの聖クララ修道院の修道女。ジョ・ヘンリク6世イブ・ワディスワフ。ありがとうございます。